中古車オークションでの落札価格下落が顕著になってきた中古車競売大手の USSUSS が9月の中古車平均制約落札価格を発表したそれによると前年同月比12%安の107万4千円3ヶ月連続で前年同月を下回った下落の理由を 中古車販売店スタッフに聞いた大きく2つの理由があると思います一つは中古車のダブつきです8月からロシア向け乗用車の輸出規制強化が始まり600万円を超える高級車に加えて排気量 1900cc を超えるガソリン車とディーゼル車すべてのハイブリッド車とプラグインハイブリッド車電気自動車が禁輸対象になり国内に中古車がとどまっています 最近は半導体不足も解消して新車の納車もスムーズですそのため下取り車が増えたことが考えられます実際 USS の出品台数を見ると前年比およそ12%増の27万6840台ですもう一つの理由はビッグモーター事件で中古車は不安 同じ予算でベーシックなモデルの新車を買うという客が増えましたそのため在庫は多くあるのに売れず値崩れを起こしていると思われますさらにこのスタッフは別の懸念を示した仲間内ではいよいよビッグモーターが在庫を放出し始めたかと言われていますビッグモーターの在庫車展示者は 騒動前3万台とも4万台とも言われていましたそれが一部でもオークションに出品されると簡単に値崩れが起きますから心配ですビッグモーター出品説に信憑性はあるのだろうか自動車業界に詳しいジャーナリストは大量出品はありえませんが徐々にはありえますと言ってこう続けるビッグモータータは 店舗前の植栽をを故意に枯らららししたとして、て各自治体から現状回復費用を求められています。東京都は9店舗分として土壌調査費用も含めて約1600万円を請求しましたまた神奈川県も約785万円を請求したのですがその際にビッグモーターはなるべく早く支払うと回答しています このなるべくという文言に財務状況が良くないのではないかと同業者の間でささやかれました NHK は9月15日ビッグモーターの8月の中古車販売台数が例年と比べ7割以上も減ったことを報じています車の買い取り台数も5割以上減ったそうです 台所事情の苦しいビッグモーターとしては相場がなるべく崩れないようゆっくりと出品していくしかないでしょうビッグモーターをめぐっては自主債権は厳しいオリックスが買収に興味などさまざまな報道がされているが中古車業界が落ち着きを取り戻すのはまだ先のようだ以下はネチズンのコメントをまとめたものです町の小さな中古車屋です 皆様この記事などさまざまな憶測や関係者の話ジャーナリストなどいろいろ書かれてますがほとんどは話半分で性格の話は半分程度ですよすべて鵜呑みにしないでください毎週オークション会場に必ず朝から夜までいますがバイヤーの半分は外人ですビッグモーターの前を通ると前より客はいないし 当然売上は下がるからオークションにも出すで,しょうでも買い付け半分は国外に出されるものですなのでビッグの問題というより世界情勢や国々のお金問題でかなり変動があるということを知った方がいいですねオークションの最後の方なんか外国の出国ロビーのようにほとんど外人しかいない日本人は5から6時にはだいたい帰ってるからね 外人の方がよっぽど分かって〈るんじゃなないか値崩れの理由として一番多いのはモデルチェンジ後下取りが大量に入庫してディーラーに〉〈ディーラーが換金するため同じような車種を大量にオークション出品して安売り売り切り価格の設定が低い押するとすぐその車種が相場ダウンします〉 数年前にクラウンレクサス LS が30万から60万ほど一気に相場が下がり同じようなものを在庫にしてる汚点が混乱してたしかし数ヶ月経過すると安定した相場に戻るオークション会場に同じ車種年式グレードなどほぼ似たようなが「沢山出品されてる日は安く買えて嬉しいわ」 でもその日1台とか2台と少ない時は高くて買わない業者なら分かってると思うが記事を書く連中は素人なので分かっていない BM ガーとか書いてれば世間が見てくれるとでも思ってるんでしょうね近い将来はガス規制が開始されれば輸出などガソリン車など中古車の販売もできなくなる。 海外で規制が早まれば既存者の在庫があまり販売店は廃車までも追い込まれたり下取りまでも買い取り価値もなくなる日も近いと思う日本の自動車メーカーも含めてグリーン購入法とか排ガス規制は近い将来輸出もできなくなる日も近いと思うビッグモーターがこうになってもならなくても規制で中古車価値が下がってしまう 帰省前に早く売って在庫を残さない決断も必要かもしれません中古車の吉し氏しは後々メンテナンス費用リックがどの程度までちゃんとしたメンテをやっているのか後に修理費が大きく結局新車販売価格と変わらないなら初めから新車をおすすめします日頃からメンテナンスをきっちり行っていればリスクは当然減ります近場の足程度なら全然問題ないが 片側1車線の自動車専用道路に停車すれば焦りも半端ない中古車で苦い経験をした人はわかるはず少なくともこの会社の車はリスキーですビッグだけでないでしょうあとはモデルチェンジがこれだけ多ければこうなりやすいかと生産も去年よりは回復しているし少しずつノーマルに戻っている感じかなと 海外の需要も大きな要素なので時期は落ち着いて考えた方がいいでしょうねこの自動車にかかわらず在庫が滞留するとますます商品価値がなくなり売買収入が途絶えると従業員に給料が払えなくなるしかるに今ある玉を早く現金化するために在庫処分に走るのはどこの物販でも同じでしょうダンピングカーはどんどん出てくると思う 私が1年前に BM に売却した CX5 が高知の店舗で販売されていました私は愛知県の店舗で売却しばらくすると埼玉県の中古車販売店に元私の愛車が売られていました特徴のある CX5 なので間違いないですオークションに流して資金を調達してるのは間違いないです ちなみに私が売却した金額より80万円低い金額で売られています時期的にも年末が見えてきたから早い店は年度年式代わりに備えての在庫調整に入る時期もともと中古車価格が下がる時期ビッグビッグと言うけれど全国の中古車流通台数からしたら数はビビたるものだと思うよプリウスで5年落ち 走行距離5万キロで新車価格の7割程度で販売している新車の納期が長期間であればやむを得ず購入する人もいるかもしれないでも新車の納期が3ヶ月程度まで短くなればありえない販売価格やっと中古車価格も正常な価格に近づいてきた